野村哲郎は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員、参議院決算委員長。鹿児島県霧島市出身。1962年、ラサール高等学校卒業。1966年、中馬達井衆議院議員秘書となる。1969年、鹿児島県農業協同組合中央会に入職。経営監査部長、参事。 常務などを歴任し2004年に退職。2004年7月の第20回参議院議員、通常選挙に自由民主党公認で、鹿児島県選挙区より出馬し初当選。2008年8月、福田康夫改造内閣において、農林水産大臣政務官に就任。2010年7月の第22回参議院議員、通常選挙で再選。 2016年7月の第24回参議院、議員通常選挙で参戦。2017年8月、自民党のオリ林部会長に就任。JA 鹿児島中央会、生産基盤さらに強化鹿児島県、JA 畜産振興大会、公式ホームページプロフィール、公式ホームページプロフィール、自民、野村さん参戦参院選。読売新聞。 http:///。w w w 読売。cojp. ローカル。鹿児島。ニュース。2016万711を1トンと5万17。html2016 年7月13日。閲覧。農林部会長に。野村氏自民。日本農業新聞。 https://www.agrin-ews.co.jp/.p41657.html2017 年8月22日閲覧。abcdefghij2016 参院選、毎日新聞候補者アンケート、2013院選候補者、アンケート毎日 jp。 2010年6月26日政治資金でキャバクラ自民人議員講演会領収書に紛れ込んでしまったスポーツ日本新聞2011年12月1日野村哲郎議員が JA 鹿児島から迂回献金市民団体が刑事告発ネット IB ニュース2016年2月27日平成券秋田元代表のパーティー券購入記載せず 野村参院議員通じて、産経新聞、2020年12月10日、自民党タバコ議員連盟臨時総会、2018年4月11日閲覧、政務調査会自由民主党役員、自由民主党、2020年4月11日閲覧、ABC 田原義文、日本会議の全貌、家電車、2016年、ありがとうございます。